真っ暗闇で虫が飛んでる音がするから適当に手を叩いたら見事にヒットしたよ。ジュゴンです。さあリーグの週間 FP も見ていきましょう。チャンピオンズリーグは前回の動画で紹介したんで見てください。まあどっちか言うならチャンピオンズの方だとは思っています。メンバーはこんな感じ。まあだいたい予想通りの範囲から来たね。うん、そうだね。デヘアがちょっと来てくれたの嬉しいところかな。超久々です。ついにギョケレ収集官をコナミは解禁しました。ブースターはマディソンとジャクソンについたのか。そして昨日予告されたガッピア、まあ残念ながら絶対級という感じではないし、まあ、ビに取れなかったとしてもポイント交換に来てます。うん、まあリスクはねあるんですが、ある意味リスクはないかもしれない。ビニデヘア、この辺が欲しいっていう方はね積極的に狙っていいんじゃないですかね。ランキング紹介していくのでぜひ確認していってください。チャンネル登録高評価まだの方はよければお願いします。第11位はガッピア選手、初登場の FP です。ただし今回ブースター対応になっていて、エアリアルのブースター、うん悪くないよ。活躍通り、空中戦の強みがねかなり出ました。まあ身長185なんだけど、ジャンプがほんと90超えるから結構この辺のレベルは高いなっていうところ。ただ守備能力低すぎるね。アグレッシブネス含めてちょっと数値が全体的に低いのと、まあスピードもそんなに速くないっていうことを考えると難しい選択になりそう。波も普通。一応スキルはマンマーク、インターセプト、この辺が追加されてるんで非常にその辺のクオリティは上がってます。第10位はトルコリーグの所属メルテンス。ただし今のところリーグイベントが来てないんで、まあ、リーグイベントが来るかどうかはっきりしてほしい。来なければちょっと起用が難しい。なんといってもスピードが低いのと、あとはフィジカル59、補正乗って59はちょっと目にも当てられない。まあただ身長169センチ、小柄かつ、まあ、得点力とコネコネ感っていうのは数値高いから期待はできるんだけど、結局スピードが足らんくてボールに追いつけない、上がってくるのが遅いっていうことになると他の選手でいいよねってなりがちだから、どうしても厳しい部分だよね。今回リンクから2列目になってるんでプレイスタイルは悪くないと思いますが、ちなみにスキルは変わってません。ダブルタッチ、初期持ち、ワンシューワンパー、この辺はいいね。スパサブなんで一応プラ5とかのイメージでは使えると。フィジは62ぐらいです。第9位はテゼ。まさかの今週の週間でモナコの両サイドバックが揃います。身長181センチで、もともとセンターバックなので、まあ、割と守備能力はあるタイプのサイドバック。かなりスピードもあるしフィジカルもあるしという結構万能感あふれる選手と、うん、右サイドバックやらせたらなかなか活躍してくれそうだよね。守備能力はそんな高くない。特にアグレッシブネスが75と低いね。今回スキル変更はワンシュートスルーパス、ブロッカー、かなり攻撃的なサイドバックらしいスキル追加になってます。ガンガン上げる攻撃的サイドバックの選択肢としては悪くないかな。ただ守備要員って考えてしまうとちょっと難ありという感じ。第8位はジョナサン・ロー。リオン対マルセイユダービーで決勝点を挙げた選手だね。能力はスピード速いアタッカーっていう印象。ボールキープはねちょい低いですが、他の数値、ドリブル数値は結構高めだし、スピード瞬発もまあ90近くにはなる。キック力や得点力やパスの数値なんかも高め、普通に万能感高い選手だね。ちなみにこの選手はスーパーサブ持ってます。まあここからプラ5入ればまずまずといった感じだよね。ただし両ウィング起用できるポジションが限定的なので、まあ3トップウィングありとか4トップとか使ってるなら選択肢あるけど、ちなみに今回スーパーサブ以外のスキル追加されてるんですけど、インターセプトついてます。前線からね引っ掛けてカウンターを仕掛ける、そんな時はいいかもしれないね。第8位はパブロ・トーレ。中間初登場になります。ボックス2ボックス、普段は OMF でちゃんめですが、ここが変更されてるね。かなりテクニックに尖ったボックス2ボックス、超攻撃的なボックス2ボックスと言っていいでしょう。特に足元パスが非常に高いで、守備能力もあるんだね。結構上げてもらってるそうだ。補正乗れば全て70乗るような、守備もこなせそうなタイプ。ただまあ身長面考えると、より高い位置で使ってエアバと空中戦の不安を消してあげる方がいいかな。スピードは80乗りますが、もうちょっとキック力伸びてくると理想的。スキルで言うとダブルタッチ、ミドルシュート、チェイシング、しっかりといいとこついたんじゃない。かなり攻撃的なスキルついたんで、本当前線で引っ掛けてそんな規定にもねなれるような選手。バルサスカットとかね作ってる方は絶対当てたい。第6位はニコラス・ジャクソン。今回ブースター対応になっている選手で、188のラインブレーカー。今回ストライカーセンスのブースターがついたね。結構ジャクソンって A になるし多いと思うんだよ。ブースター効果も乗りそうで、そんな肝心な能力はっていうと、かなり得点力が磨かれた感じになって、決定力やオフェンスセンスいずれも85超えてるんで、プラ3補正が入る数値に、スピード速いね。どちらもスピード瞬発92相当ぐらいにいくのか、結構強いな。かつフィジカルあってパスうまくて、おお、なかなかいいじゃん。逆足も高い高いだし、まあ、波普通だけどライブアップデート乗ればその辺は問題ないから、なかなか強いと思いでしょうか。飛んだ落とし穴、まあ今回スルーパスなどのスキル追加がされてるんですが、ワンタッチシュートすらないのはちょっと痛すぎると。ないところ多い。ミドルシュート、ダブルタッチ、エアバトもなければ、まあ、スルーパスはあんだけど
惜しい。スキルがもうほんとワンシューさえついてれば順位2個ぐらい上がったんじゃないかぐらい惜しい。今後期待しましょう。ちなみにアイコンは1位です。第5位マディソンですね。今回 CMF になって2列目の変更が入りました。チャンメからです。チャンメはいつも外れる。アグレシブネスの数値高いね。85です。ただフィジカルそんなに高くないからボールを刈り取れるまでいけないんじゃないかな。ちょっとその辺が不安要素と、スピードが73ですね。補正でやっぱ前線の選手もスピードが85えば当たり前、85以上いや90あるよみたいな選手も増えてくる中で、もうちょっとスピードが通常から多分低いと思うんだけど上げてほしいよね。もう10ぐらい上げていいんじゃないかなと思います。ただテクニカルな部分非常に高くて、パスもうまく、90のグランダーパスとか、決定力も結構高めだし、ボディコンもあるし、身長175か、扱いやすさとかあるし、かなりユーティリティな選手なんで、いろんなところで使えるのは利点か。チャンメが外れたことでチャンメ発動が苦手だった方はね、非常にハマりやすくいい変更になってます。今回ハードワークのブースターですが、トッテナムの調子次第かな。スキルも結構変わっていて、インターセプトがついてますね。あとはチェイシングと守備系がついたようで、消えたスキルもありますが、まあ大したことないんでかなりいいでしょう。よく言えばダブルタッチワンシューが欲しかってくる。第4位はギョケレ。週間としては初登場になります。彼はライブアップデートほぼ A だと思うんで、まあ、こういうタイプ好きならね、ぜひ獲得したいですね。187のラインブレーカー。今週3人のでかいラインブレーカーいますけど、まあ、ギョケレシはスキルが結構揃ってるからね。フィジカル84、ここが魅力かな。あとはしっかりとした得点力を持ってて、足元も補正入れば81と結構高めに乗っていけます。スキルで言うとこんな感じ。今回コンカがついてシュートスキルが豊富になりました。ただミドルシュート持ってないんだね。ワンシューアウスピ要所抑えられていて悪くはないですが、まあダブルタッチエアバトなんかあると最高でした。第3位は似たようなラインブレーカーヌニエス。187cmでスピードあってフィジカルあっての、本当に似てんな。今回逆圧精度が最高になってるんで、まあ、高い高いよりも精度だけ最高にされた方が魅力はあるかなと思って、こちらの方を順位高くしました。アグレシブネス、守備意識結構数値が83と引いてても、前線から引っ掛けてみたいなプレーしてほしいね。決定力は今回90。こういう身長あるタイプうまく扱える方、高さもある程度欲しいって方はアリの選手だよね。まあ、今回入ってるラインブレーカーの中ではヌンネスが1位かな。今回スキルで言うとワンパだけかな追加されています。かなりシュートスキルが整ってて、コンカミドルも揃ったし、アンシュももちろんワンパン持ってる、周りも活かせるようになってからスキルの充実度が上がったんで、ラインブレーカーの中ではトップです。第2位は久々の週間 FP って部屋ですね。本当1年半2年とかのぶりなのかな。193cm、守備的ではなく攻撃的。最近ジーダがね守備的できてある意味話題になりましたが、やっぱり守備的 B 固定身長高い選手は多いんですが、攻撃的にないんで、まあ、そこにはまっていけるデヘアいいですね。数値も悪くない。 GK センス、コラプシング、補正乗れば90超える。コラプシングは95、クリアリング、キャッチング、まあ、悪くはないでしょう。85ぐらいはあるし、非常にレベルが高いなっていうところ。もちろん今回スキル変わってないんですけど、低弾道、高弾道、 GK ロングスローフル完備です。 PK ストッパーがないか、今回 PK イベント来てるけどデヘアじゃない方がいいかも。さあ第1位はこの男です、ビニシウス。さあ注目されたプレイスタイルはウィングストライカーだね。まあインデシよりは私は好きですよ。昨は本当ウィングストライカー推しだね。いろんな選手がウィングストライカーにされます。逆足は上がりませんでした。能力はかなりブースターついてないから常時この能力で戦えるし、補正乗ればボルコンドリブル95へ、キック力は80は乗らんか。ある程度の決定力にパスの数値もしっかりと上昇、うん悪くないでしょう。ウィングストライカーなら私サイドで使ってあげてもいいかなって。真ん中で使うと逆足がより気になってきそうなんだよね。例えば左サイドに置いておけば真ん中に入った時、大体ワンタッチシュートを打つ時は右足になるから、まあ、その辺も利点かなと思うんですね。さあ注目されたスキルなんですが、ワンシュー手にしましたね。素晴らしい。あとはピンポイントクロス素晴らしい。そしてスパサブ素晴らしい。トリプル素晴らしいです。消えたスキルも対象はありますが大したことないです。いいですね、素晴らしいですね。さあそんな引けなかった方のための補填かのようにタイミングよくポイント交換所にビニシウス来てます。5000ポイント割とポイントあればガシガシ買いに行っていいと思いますね。こちらのバージョンはインサイドレシーバーなんで、まあ、そこがポイントと、あとセンターフォワード薄い適性になってるから、必要な方は追加が必要になってくるから、まあ、そこがちょっとネックだね。ワンタッチ系とかワンシューとかもしっかりつけれるし、まあ、その辺のプレイスタイルは違えど、スキル変更含めて追加もできるから、キルの充実度はやっぱこっちのハイライトの方ができるよね。ちなみに能力を比較しておくとこんな感じ。よりドリブル周りやスピード瞬発たけたポイント交換序盤。今回はパスの能力がすごい上がってるんで、まあ、パスなんかもしっかりと万能高く何でもこなせるビニシウスを完成させたいなら今回でもいいかな。スパサブも持ってるし、ここからまあプラス3ぐらいは入るから結構強そうだな。基本的にはプレイスタイルと発動させるとか、そんなところを考えてどっちを取ればいいか悩むべきかな。
まあ、ビニ欲しい方は中間狙ってもいいかなと私はウィングストライカーなんで思います。そんなビニシウスも取れるんですが、でかいラインブレーカーは3人入ってるから、まあ、こういうタイプ好きな方はハマるし、で部屋欲しかった方はぜひ。とりあえずビニが欲しいかどうか、ウィングストライカービニ欲しい方は狙うべきです。今回そんなガチャです。以上です。さようなら。